もう SDGs ってほんと害で,かいですよね基本的な考えは正しいことが言ってると思うんですけれども SDGs を盾にものすごいなんかこうね利権の食い合いみたいのになっちゃっててだから本当に環境にいいかどうかなんかすっ飛んでしまってるんですよね。SDGs 脱炭素という、ね、流れといいうう流れのはこうトヨタ潰しですよねって話をしましたけどもトヨタ潰しっていうことはこれヨーロッパではドイツ潰しでもあるわけですね。 フォルクスワーゲンとかね BMW もそうですしちょっと読みましょうドイツ見直し求めフランスと対立 EU エンジン車禁止土壇場で異論 EU ねエンジン車禁止するらしいですよドイツがなんとかやろうとしてんだですけども意味わかんないなんか二酸化炭素と水素で作る E 燃料ってやつをそれだって から、エンジン車作っていいって言って、ドイツが食い下がってるっていう、この議論聞いて、あちゃーと、あ、もうヨーロッパでエンジン車ないわ。ギリギリ残ったとしても、いい燃料。二酸化炭素と水素で作るいい燃料。環境に悪そう。だからもうもう、本当にもう、このままね、脱炭素の流れを,を進めていったら、もうもう、自動車立国である日本は、ものすごい痛手を喰らいますし、もう、ガソリン車どころか、エンジン車禁止ですって。エンジンジ 禁止 <laughs> そこまでヨーロッパは言ってんですよちょっとドイツ弱すぎるだろうここもっと踏ん張ってほしいですけどねちょっと読みます EU で2035年までに来年エンジン車の新車販売を禁止する法案に欧州最大の自動車生産国ドイツが見直しを要求し採択にブレーキがかかったフランスがドイツに異議を唱え独仏は真っ向から対抗しているこの EU 法案は50年までに温暖化ガス排出量を実質ゼロとする目標に向け欧州委員会が21年に発表した EU が 電気自動車 EV への転換で世界をリードする狙いがあった今年2月に欧州議会で承認され今月の EU 閣僚理事会で最終的に決める予定だったドイツが土壇場になり反対したことで採択が延期されたドイツは二酸化炭素と水素で作る合成燃料 E 燃料を使うエンジン車について35年以降も販売を認めるよう要求したイタリアやポルトガル東欧やチェコやポーランドも法案反対で同調13日にはこれらの国の運輸大臣らが会合を開き結束を示した。ドイツ ドイツのウィッシング・運輸・デジタル賞は政治で技術を規制するより未来の発展に道を開くべきだとツイッターで発信した E いい燃料も温室効果ガスの削減に役立つと主張するこれに対してフランスは反対してるんですってドイツはフォルクスワーゲンや BMW など欧州を代表するメーカーを抱え自動車産業の雇用は約88万人ということで時期尚早だと言っていますこの議論聞いて私はもうあーもうお先真っ暗というかエンジン車禁止ですからねいやエンジン車いいんじゃんって普通にドイツ ってくればよかったいいね 環境だったらいいでしょうっていやいい燃料なんじゃそれはと二酸化炭素と水素で作る水素ってどうやって作るんですか水素って化石燃料から作るんですからねもしくは水を電気分解するんですよ電気消費して水素作るんですよもうもう開いた口が塞がらんつうんですよいい燃料もダメだしそもそも電気自動車はダメです環境に悪いですからねだってこんなにね日本は火力発電所を減らし過ぎたからなんですがヨーロッパなんか今ねもう電気なくて電気代高すぎて火 言ってんのに EU 中の車を全部電気自動車にしようとしてるんですよ EV ね EV にしようってんですよ EV はポケモンだけにしてほしいと私いつも言ってるんですけども全部電気自動車に変わったらどうなるんですかどうでその電気作るんですかひどいですよねじゃあその電気どうやって作るって言ったら化石燃料ですがガスとか石油ですよなんなのそれで環境にいいわけないだろって言うんですよあなたも最初から ガソリンで車走らせた方が燃料効率がいいわけ熱転換効率がいいわけですからこれねそこまで言っていいんかいでもこの前話題になったんですよ私すいませんそもそも電気自動車って環境に悪いですよねって話したら結構専門家の皆様も確かにそうだねって話になるんだけども今世界では本当に環境に優しいかどうかはあんま関係ないんだって言ってましたよなんかその快適に携帯が走ってるみたいな感じで使用感がここに行きたいって言ったら そここはどうのこうののとか走ってくれるとかかなんかそういう次世代カーみたいなものそっちに行っちゃっててそれが中国が仕切るのかアメリカが仕切るのかみたいな話になってそもそもそこに日本は入ってないわけですよだからそういうねスマートカーーなんですねスーパースマートカーなんですよススーパースマーーパマトカーになるっていうそれの動力はじゃあ電気自動車だよねってなってるわけであって電気自動車が環境に優しいからとかじゃなくってもうなんかよくわかんない 脱炭素とということを理由ににイメージで環境にいい電気自動車だったらいいんじゃないか電気自動車だったらスマートカーとね電気で動く全部ね電気でということで一致するっていうことでイメージで先行して中国とアメリカの覇権争いになってるっていうことなんですよねそして日本もドイツも締め出されちゃってるわけですよヨーロッパではエンジン車禁止ですからねアメリカもエンジン車禁止でハイブリッドもダメですからね要するにもう日本とドイツのねこのエンジン作る技術に各国が勝てなかったわけですよ なんかして潰してやろうって言って脱炭素で持ってきたわけですよ鼻からエンジン車禁止ってひどい話ですよね一応前提でお話しすると EU ですごいんですよ。EU 加盟国って貢献というものを異常してるんですね。EU 議会で決定した法律というのは国内手続きを経ずに全加盟国で適用されちゃうんですよ。だから EU 議会が通した法案をいやうちの国はちょっとこれなしとかできないんですよ。EU 議会で決まった途端加盟国全部で適用されちゃうんですね。だからもう主権国 かかどうかが怪しいいぐらいですよもちろん抜け出すことはできるんですけどもだからそれはドイツだけアグリーしません認めませんってできないですよドイツ反対反対反対って言っても EU 議会で可決されちゃったらはいドイツ国内でもエンジン車禁止ってなっちゃうわけですね。EU って結局 すすごいんですよだからドイツ弱いですよね。せめていい燃料だったらとか言ってるけどそれ見てああもうダメだなあ EU はもう終わったと思いましたね。だから EU ではエンジン車禁止です。アメリカもその方向ですから。日本とアジアは残るかもしれませんけどね。だからトヨタもいいですけど EV とか行くのはいいですけども誇りを持ってエンジン車作り続けてほしいですけどもね。絶対なくなんないですから。アジアで残りますから。ヨーロッパマジヤバイですよ。というかさ環境アジアのマーケットでかいからね。アジアアアジジで日本 そっち武田い,いんです,よ武田すチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー。動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします。えー、本家武田恒にチャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、分かりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。